Um, I would like now to hand over to Kondo、um, k o s h i from、um, Adventure Planning Service who will talk a bit more about、um, uh, game books in, in, in Japan. はい、よろしくお願いします。Kondo k o s h i と申します。日本でゲ、えームブックを昔から編集しておいるものでございます。えっ、ー、とですね。 日本におけるゲームブックの歴史を語るときに、まず、ひき山の魔法使いというゲームが、あの、から語り始めることが、まあ、一番いいんだろうなっていうふうに思っています。すごく売れた本ですね。1984年に社会思想者というところから出ています。皆さんもよくご存知だと思います。ちょっと飛ばしまして、えー、っと、ゲームブックがですね、その、初めて、えー、っと、日本に現れたちょうどその頃にですね、 えー、これ個人的な話ではあるんですけれども、シミュレーションゲームの紹介と研究をあの目的にあの出ていたシミュレーターという雑誌がありまして、そこの編集部に僕はいました。そしてそこの編集長にですね、えっ、ー、と、たまたまですねそのあの、ゲームブックが出て面白いんだよということをですね、こう話していたところ、その日本でもそのひふき山の魔法使いが 登場したのと同じようなタイミングで、たくさんの日本の類書が登場しましたので、それを全部僕は集めてるんですよっていう話をしたところ、早速、それを、えー、出版さのまとめて記事にしてくださいっていうことを編集長に頼まれまして、そして、えー、とまとめて紹介するっていうことになったのが、僕の、えー、と自分史における、えー、あれですね、えーと、ゲームブックの歴史がのスタートです。 通訳の方大丈夫ですかちょっと飛ばし飛ばし話してるかもしれません。で、ゲームブックというです。あ、大丈夫ですか。ゲームブックという言葉が先にあって、それに申し合わせていろいろな会社がそのシリーズを作ったわけではないので、えー、こう、本を紹介する人の常として、その集めた本を何らかのキーワードでくくってあげる必要があったんですね。でその時に、えー、僕がの選択した言葉がゲームブックという言葉でした。 で、その後、アメリカとかイギリスの英語圏でもゲームブックって言われ方をするっていうことに気がついたので、まあ、おそらくジャンル名としてゲームブックっていう言葉を選んだのは正しいセンスだったのかなというふうに思っております。で、その、ゲームブックはとにかく読み方が得意なスタイルを持っておりますので、ジャンル名として、その、シリーズ名ですね。じゃあ、シリーズ名をこう、各社が出版する本につけることがよくあります。 例えば、アドベンチャーブックとか、アドベンチャーゲームブック、シミュレーションブックとか、え君ならどうするシリーズとかですね、そういうような、えー、といわゆるシリーズタイトルをつけます。でこれによって、えー、読者がですね、本の読み方が共通してるんだということを、こう、分かったり、それから、ファンそのものが結束するっていうことを促すような効果があるんだと思うんですね。ちょっと早口かもしれません。で、えっ、ー、と、 まあ、ひふき山の魔法使いは本家イギリス版ではファイティングファンタジーシリーズと呼ばれていたかと思いますが、その社会思想者版、日本版ではですね、アドベンチャーゲームブックっていうシリーズ名になっていて、その中のファンタジー、ファ,ファイティングファンタジーシリーズという言われ方をしていました。で、ちょっと本の上の方にですね、えー、ゲームブック1って書いてあったような気がするんですけども、何しろ40年ぐらい前のことなので、ちょっと記憶があります。で、 えー、商品名と作品名ですね、作品名、商品名と分野名を識別した上で、ちゃんと必要があれば、きちんと分野名をつけてあげるっていうことは、文化の発展にとってとても大切だと思います。で、ゲームブックっていうジャンル名が日本で定着したのはとても素晴らしいことで、あると同時にですね、こ,このゲームブックっていう概念が、 すごくたくさんの人に期待されて存在したっていうことを意味していると思います。ちょっと話はずれるんですが、えっ、ー、と、若くて新しいジャンルでは、その時折、出版社がですね、ジャンル名を事故の商標のように解釈したがる場合があって、時々法的に登録して、その文化の発展が混乱する場合があるんですが、 こういうようなことについても本当はいろいろと議論したいんですけれども、まあ、今回は日本のゲームブック誌ということなので、まあ、そのちょっと別の機会に譲ろうかと思います。ともあれ、ゲームブックという言葉がですね、分野名というか、一般名称としてその定着したということが、読者がですね、一体となってその価値を共有して議論して、時には嘆いて期待するっていうその基盤を作ったっていうですね、えことです。これがすごく良かったと。でえー 受け手が単純な受け手にとどまることなく、その自ら判断して行動するのがゲームですから、そういうゲームっていう分野にあって、自分が愛するジャンル名があるっていうことは、全員にとって大きな意味があったんじゃないかなというふうに思います。えところでですね、その,、えー、その自分が書いた、えー、とその記事がとてもあのよく読まれてですね、知って いろいろなところから書評とかですね、それからそのゲームブックについての,その問い合わせが届くようになりました。で私の中,と中にた届いたその問い合わせとかの手紙の中にですね、ひふき山の魔法使いを出版した社会思想者からの手紙が入っておりまして、でその聞けばですね、社会思想者がひふき山の魔法使いの大成功を受けて1984年ほどのことですが、 えー、雑誌を作りたいんだという、その中でどういう記事があったらいいか、その、あるいはその雑誌はどういうふうにあったらいいかっていうのを教えてくれ、あの、いろいろ提案してほしいというふうな記事です。で、これが、えっ、ー、と、本家のですね、あの、イギリスのサポート雑誌から名前を取ったウォーロックという雑誌なんですが、えー、この雑誌に SF 翻訳家の、えー、であり、当時 SF のゲームを多数その、 ですね。紹介している実績があった安田仁志という先生が監修に据えられて、編集長に玉井豊さん。えー、KOHQ というですね、これシミュレーションゲームのサークルで非常に有名な大きなサークルだったんですけど、そこのエースがですね、まあすでに OB ではあったんですが、編集長に据えて、えー、1992年までこのウォーロックという雑誌が日本の、えっ、ー、と、えー、で観光され続けます。 でこの編集部は当時、常勤の社員を持たなくてですね、えー、と社会思想者の,あの担当編集者1名が外注形式で編集をたまにいた、豊か,豊かに依頼して、筆者は僕を含めた4名で、えー、月齢でオンラインの編集会議を東京で開催して、それであとインターネットはまだなかったんですけど今で言うとリモートのような形でゲームを作ってたんですねで。日本ではゲームを扱う、そのゲームブックを扱うメディアは当時他にその 東京草原社というソーサリーを後に作ったですね、会社が、えーと、本の中に挟んでいる小冊子がありまして、えー、また社会主導者もゲームブックマガジンという名前の、えーまあ、小冊子を発行していたんですけども、独立して購入できるものではなくてですね、でえー、定期観光物という形でゲームブックの,その媒体ができたっていうのが、えー、ウォーロックが登場した時の非常に大きな、えー、良さだったですね。 そういうさまざまな意見が寄せられるようになりました。で、そのオーロックが出来上がるや否やですね、実は本国の、えー、とイギリスのゲームズワークショップの、えー、同じ名前の、こ,うこれをあの日本語版にしようと思っていたオーロックがな、えー、くなってしまうという出来事が起きて、第2号あたりでですね、えー すでにですね、日本側の、日本の王クという雑誌は自分たちの力で歩き出すことを必要、余儀なくされます。で、その結果、えっ、ー、と、王クには毎号中編の200パラグラフぐらいのゲームブックが付く予定だったんですが、このコーナーが日本人の枠に開けられたりとかですね、日本人で私たちがその、えー、ゲームブックをいろいろ解釈してどんどん作っていかなければいけないっていう、そののは、まあ、あの、一つの 良いことであったのかもしれません。で、その頃の、えっ、ー、と、日本のゲームブックというのは大ブームでして、1940年、十五年、はい、1 9 0すみません、84年ですね。84年からの、えっ、ー、と、5、6年間というのは非常に大きなブームになっています。で、ウォーロックの、その、あ、ウォーロックだね、ヒフキ山の魔法使いとほぼ同時期に、えっ、ー、と、 高橋正也という人による出発スターへの道という本が、えー、1984年の9月に出されています。で、ひふき山の魔法使いの日本語版が1984年の12月なので、すいません。えー、これは結構、あの、画期的なことなのかなと思います。この本なんですけど。で、えっ、ー、と、これが最も先発の、えっ、ー、と、日本の、えっ、ー、と、ゲームブックになります。そして、その後、ドルアーガの塔というナムコの という会社のコンピューターゲームの会社が出したその有名なゲームがあるんですがそれのゲームブック化であるとか「送り火ナあるリーロニ」とかですねという名前の日本の現代日本を舞台にしたゲームとかが次々に登場します1985年の、えー、と日本における出版点数ゲームブックの出版点数は大体140冊ぐらい86年には230冊 えと87年にはやはり220冊ぐらいが出版されたというふうに、ウォーロックには記録が残っています。で、そのように急成長した、えー、とゲームブックのブームなんですが、えー、1990年ぐらいにかけて急速にシュリンクして消滅してしまいます。 そして、えっ、ー、と、1991年には、えっ、ー、と、1年間に40冊。1992年にはわずか2、30冊の新刊しか出ていないという状況になり、えっ、ー、と、ウォーロックという雑誌自体も、えー、そこで、えー、運命を終わり、終えてしまうということになりました。 で、ゲームブック終了、ゲームブックがブームが終了した後のその日本におけるゲームブックの歴史っていうのをどういうふうに捉えるかについては、えー、ゲームブックそのものの定義を考えなければいけないっていうところが非常に重要です。パラグラフ選択式の構造を持っていることですね。10, 10へ進めとか20へ進めというような形でストーリーが進むということ。それから主人公がいて、その読者の判断によって、 ストーリーが変わっていくっていうこと。から、ルールが存在して、RPG の,ルルのような、RPG のようなルールが存在していく。多くは、えっ、ー、とあの、乱数とプレイヤーのその判断によって変わっていくものっていう判断で、まあ、進んでいくっていうこともできあの、ができるとは思うんですが、まあ、もう少し広く、その、いろいろなゲームを、的な要素の本を入れるっていう考え方もできると思うんですが、ええー、まあ、ここでは、えっ、ー、と、 先ほどのような、そのトラディショナルなゲームブックに絞って考えていくと、2000年ぐらいからですね、10年ぐらいの私服の時を経て、2000年ぐ,ぐ,れぐらいから、創造者という国内、あの、会社による国内作品の復刻が始まります。そして、これは、えっと、 なんでしょうね、えー。鈴木直人という人のですね、ドルワーガの塔の先ほど三部作があったと言いましたが、それを書いた日本人のかなり、えー、と人気のある作家による、チョコレートナイトという新作のリリースを皮切りに、過去のですね、えー、といろいろな作品を名作、内外の名作を創造者が一生懸命、えー、権利を再度集めて、えー、出版。はい。はい。 あそうですよね。はい、すみません。はい。あすみません。慣れておりません。では、すみません。どうとしようかな。じゃあ、自然な感じで話しますか、ね、ゆっくりね。もう時間もありませんので。 それでは、えっ、ー、と、続きを始めますが、えっ、ー、と、翻訳の方が、えっ、ー、と、厳しいということなので、すいません。2011年頃から、創造者による国内作品の復刻が始まりました。これは、えっ、ー、と、ゲームブックファンには嬉しい情報でした。で、同社の作品は、えー、活動がとても意欲的なもので、えー 鈴木直人氏の新作を皮切りに内外の権利あ、内外名作の権利を集めて、はい。はい。はい。はい、わかりました。お 2001年からの展開ということでよろしいですかはい。まずは2001年頃から創造者の国内作品の復刻が始まります。これはゲームブックファンには嬉しい情報でした。同社の活動は意欲的なもので、えー、鈴木直人新作チョコレートナイトのリリースを皮切りに、内外新作の権利を集め、新しい作家を募集するコンテストを開始しました。 同社の熱意がなければゲームブックへの現在の再注目はなかったかもしれません。2015年には不走者によるファイティングファンタジーに作品の復刻がありました。この挑戦は大きな反響を及んだとは言いにくいですが、同社は限定的な規模のユーザーに向けて出版にノウハウがあったので、同シリーズは現在、ソフトバンククリエイティブが出版を手掛けていますが、キックスターターなどのクラウドファンディングが一般的になっている時代ですから、 往年のファンに向けて想定を強化し、あえて受注生産方式を採用している点は、奏者による挑戦から得た知見が大きいのかもしれないです。また、ホビージャパンによるライトノベルの、えー、ライトノベル風でのイラストの復刻もありました。忘れ難い事件です。同社は対戦型のゲームブックであるロストワールドシリーズを復刻する際に、大胆にもライトノベル風のイラストに変更し、新しいファンを獲得しました。 この,変更はこの変更は商業的には成功し、ゲームブックの名作のいくつかが同様のローカライズを経て出版され大いに物議を醸しました。これらの試みはかつてのような大きな反響には届かなかったんですが、ゲームブックファンを大いに切りつけ,けました。さらに、定番作品の継承に加えて、新しい作家がその活躍の場を電子書籍やえ同人史リー インターネット販売に見出し始めます。ファイティングファンタジーやトンネルズ・トロールズのファンが結集していると見られる FT 処方によるクツルフ神話物のゲームブック、アンソロジ、それから青の箱、ヤドリギの木などの作品でファンを驚かした美味しい楽しというサークルがあるんですけども。 アマゾン・キンドルの特性を生かした電子書籍ならではのゲームブック、古国記の作者、ハーフ・カトウフ・ケ賢ジさんなどが、えー、印象深いです。また所詮、書店流通ではない出版という形では、100円均一のショップ、ダイソーのロタナに、えー、とゲームブックが登場したことも話題となりました。作者は、進撃の巨人、 7つの大罪など著名なコミック作品のゲームブック化を講談者とし手がけたベテランの藤波智之。角川翼文庫でのジューブナイルゲームを彼の,にの手によるものです。活発化するゲームブックというジャンルの最高ミッションとして最新の動向をひとまとめにするサイトも登場しています。よいしょ。 thank you very much thank you very much for for the for the um, uh, overview of the history of of game books in Japan. Do we have questions? And first yeah everyone please yeah. thank you very much Do we have questions Marco has a question. Thank you for your overview of game books in Japan because uh, we don't know much about it uh, otherwise uh, outside of Japan, at least in the English speaking world. And I see from what you say that it looks like the genre has the same trajectories as it had, for example, in Italy, in the UK, in the US. A boom in the 80s, a catastrophic. Uh, the, Lowering of the sales in the 90s and then a return. Now, I have a question for you. You told us that new game books made now for fans are fancier in Japan with hard covers, more illustrations. So they're physically better in production style. But how about the, the, the content, the game book? For example, new game books in the US and in Italy are longer more complex more difficult they have mature themes mm. has the content of new japanese game books also changed compared to the 1980s or is it only the material production so, uh... 説明するしたいと思うんですが、日本でゲームブックのブームが終わってしまった一番大きな原因は、スーパーファミコン、ファミリーコンピューターとかですね、あの、PC ですね。PC にプレイあの、パーソナルコンピューターのゲームが一般的になったことが結構致命的だったのかなっていうふうに、ちょっと個人的には思っています。で、それらのゲームって はアドベンチャーゲーゲムのようなコンピューターゲームでいうところのアドベンチャーゲームのような形態の、えー、ゲームがはいっぱい出ましたのでストーリーを楽しむとか推理を楽しむそれをテキストで楽しむというような人たちはジブナイル子どもたちを除くと、えー、かなりそちらのほうに行ってしまったっていう現実があるんだと思うんですね。 でその一方で、紙の、要するにボゲームブックは、えーまあ、子供たち向けのジュブナイルを中心に非常にあの可愛いイラストがついた素敵なものが商業出版では、えー、と試されています。結構人気があると思います。そして、えー、独立した作家、つまり、えー、と大人向けのものを自分たちで作りたいという作家の作品は、例えばこれがそうなんですが、かなり 熱い雑誌、本を作ってますね。で、こう昔ながらの、その昔からあるトラディショナルなあのゲームブックは、とても難易度が高くて、難しい作品とかが作られている印象があります。ただ、おそらくは、えー、先ほど言った、任天堂とかあの PC のゲームが、その、 一人では作れないこと大勢の,その大きな資本が会社がたくさんのお金を使って大きなそのゲームを作らないと売れないっていうふうなこう莫大になっていくのに対して紙のゲームを作る人たちはサッカーとしての,その自分の存在感というのを主張できるっていうことをすごくモチベーションにしているように私には思えます。 Hey, thank you. Um Acilia, Peter, and and Lee, please ask your your question or give your comment, and then we'll see how much time we'll have. If um, uh, the time doesn't suffice, please re ask your questions again in the, yeah. in the chat. So Cecilia, please. Yes, thank you. I uh... Mr. Kosh, uh, Koshi, thank you for your presentation. It was really interesting. I wanted to ask you, I'm a freelance editor too. Uh, so I'm really in interested in knowing uh, the, some Japanese titles uh, as well as some Japanese publisher. And uh, I was wondering if uh, in Japan, there are also some manga game for instance, ええ、in。Uh, so uh, はい、えっ、ー、と、まず漫画を、えっ、ー、と、ゲームブックにしたもの。漫画を原作にしたゲームブックがあります。進撃の巨人。 で何だったかな英語で言うんて言うのか忘れましたがそれから「七つの大罪」といったその誰でも知っているゲームあの漫画がゲームブックとしてその漫画の出版社から出されています講談社から出されていますでこういう傾向は、えー、と80年代にももちろんありましたし今もなおあるんですけれどもあの昔に比べてレベルの高いものが、えー、と数少ないですが出されている状況ですね 反対に、えっ、ー、と、今の、えっ、ー、と、ご質問は、その、漫画スタイルのゲームブックがあるかっていうことなのかなっていうふうに考えたんですが、あの、ルールが、えっ、ー、と、あると、なかなかビジュアルをこう、豊富に作るのは難しいような感じもするんですが、 その先ほど言ったジュブナイルがどうしても子ども向けのゲームブックが多いので、その子ども向けのゲームブックはすごく画像が豊富であったり、そこから、えー、とヒントを得て進むようなものっていうのがありますね。ただし、イタリアの、えー、と出版や、あの私も、えーとはい、存じ上げてますが、 そのイタリアやヨーロッパに比べると、その完全にカラーで全てのページが構成されているようなゲームブックは日本にはあまりないです。まだない感じです。これからわからないですけど。a h ど a d はい、どう様 ありがとうございます。ありがとうございます。Uh, my question is You mentioned the magazines were used to market the game books in the past. My question is, today in 2023, are the companies still using the magazine for marketing or are they doing more electronic or digital marketing? Uh, what, what is the case with magazines today? Thank you. Thank you. はい、これはもう明快にオンラインおよび電子書籍のみになっています。残念ながら、日本の,その,あの雑誌の市場は大変シュリンクしていまして、えー、大手の出版社の雑誌も、えー、その部数を維持するのが精一杯という状況なんですね。で、えっ、ー、と、ゲームブックはやはり限られた興味を持つ人たちが強く支持している分野なので、あの 大手の出版社よりはむしろ優れたハイアマチュア、この TRPG TR の学会の人たちなんかもそうだと思いますが、そういう強い動機を持ったハイアマチュアの人たちによるサイトや電子書籍のによる評論とかが散発的に行われている状況ですね。もっともっと増えていくといいなと思います。はい。 Thank you very much. Adiga gozaimashita. Um, Peter, please ask your question on Discord if if you, if you want. And um, uh, uh, I think our, our speakers so far. Okay, and, most um, would would go into the to the break now? Okay. Thank you all very, very much.